ドイツ帝国、ドイツ帝国、ドイツ帝国は1871年1月18日から1918年11月9日まで存続したプロイセン国王をドイツ皇帝にいただく連邦国家を指す歴史的名称である。帝政ドイツとも呼ばれる。不仏戦争においてパリ郊外のベルサイユ宮殿でプロイセン王ビルヘルム一世の皇帝体艦式が 行われて成立した。しかし、第一次世界大戦の敗北と、ドイツ革命の勃発により、皇帝ウィルヘルム二世がオランダに亡命して崩壊した。オランダ資本は、帝国の勢力範囲拡大政策、世界政策と、ルール地方における、公開発、経済の両面に貢献している。正式な国名は、ドイツ革命などの国家の変遷による、 来非の訳の変化に関わらず一貫して、ドイツ国である。後の、バイマル共和制、1918年から1933年、ナチスドイツ、1933年から1945年の時代を通じて国名は変わらなかった。そのため、この時代だけを区別する場合は、皇帝を意味する、カイザーをつけて、ドイチェスカイザー来非と表記されることも多い。 アドルフ・ヒトラーのナチス・ドイツは、プロパガンダによって、第三帝国という故障を用いた。この流れで、ドイツ帝国と称されることも、ある新生ローマ帝国を、ドイツ第一帝国とする場合、この国を第二帝国と呼ぶこともある。フリードリヒ大王が創設した王立銀行は、1847年に,に、改組された。資本金内訳は、 プロイセン政府資本が120万来ヒスターラーと、プロイセン、ヒプロイセンの個人銀行資本が1000万来ヒスラーであった。これは1876年に中央銀行となり、ドイツ帝国銀行と称した。経済。1862年にオット・フォンビスマルクがプロイセン王国の首相となった。そして、オーストリア帝国と同盟し、デンマークと戦争。 シュレースィヒイコールホルシュタイン戦争を行った結果、デンマーク統治下にあったシュレースィヒ公国及びホルシュタイン公国をオーストリアとの共同管理とした。その後1866年、広オ戦争ではオーストリアを破って北ドイツ連邦を結成し、オーストリアをドイツ人国家の枠組みから追放した。1870年には、不仏戦争で、 ナポレオン三世率いるフランス帝国を破ってパリへ入城し、1871年1月18日にベルサイユ宮殿でドイツ諸公に衰退される形でプロイセン国王ビルヘルム一世がドイツミカドとなり、ここにドイツ帝国が成立した。この際に長年フランスとの間で貴族が変遷していたエルザスイコールロートリンゲン、アルザスイコールロレーヌを獲得した。なお、 大韓の1月18日は当時から170年前のプロイセン王国成立1701年と同日である。また、この1871年にはドイツイコールオーストリア電信連合が停止した。後継のバンコク電信連合は同年に企業の無制限参加を認めている。独仏両国とも戦争を経て企業の意見を無視できなくなっていた。 ビスマールクは、不服戦争に敗れた、フランスの対独復讐を封じるために、列強と複雑な同盟関係を築き上げて、フランスを孤立化させる外交政策をとった。これを、ビスマルク体制と呼ぶ。当時イギリス帝国とは特に対立もなく、十分に国力があったイギリスは、同盟には加わらなかった、栄光ある孤立。一方、フランスは孤立化してしまう。 海外植民地として南西アフリカ、現ナミビア、東アフリカ、現ンタンザニア、ルワンダ、ブルンジ、カメルーン、東後、南洋諸島、ニューギニア北東部及び付近の当初、ビスマルク諸島、サモア、中国の三島半島などを獲得したドイツ植民地帝国。1888年に即位したビルヘルム二世はビスマルクと対立し、 1890年にビスマルクを更迭した。ビルヘルム二世は申政により帝国主義政策を実行した。まず喧嘩し太平洋へ進出した。さらに再建国としてオスマンサイム管理局をめぐり英仏と対立した。プロイセン王国の時にましてオランダとの協力関係は実際的であった。1903年7月19日には誤解者ドイツイコール。 オランダ電信会社を設立した。翌年、同社のケーブル製造主会社が、ヤップ島から3本のケーブルを付設した。1つは、セリベス諸島の目などに至り、そこで、オランダの東インドケーブルへ接続した。2つ目はグアムまで引かれ、太平洋ケーブルと接続した。3つ目は上海まで引かれ、そこで、別のケーブルによって甲州までリレーされた。この1903年、 アリアンツなどのドイツ企業が、米国企業の再保険を引き受けるようになった。まだ合衆国には代理店を出せず、取引を再保険に限り、ヨーロッパ企業を通して受注していた。必ずしも不便に甘んじたわけではなく、元受けと同一条件で引き受けていた。この再保険は、保険会社同士のご助ではなく、ドイツの新規開拓事業であった。 そのドイツ保険会社は合衆国の再保専門会社等に継承された。同年、アイグがゼネラルエレクトリックからウニオン社を吸収合併する合意を取り付けた。1905年、ドイツは第一次モロッコ事件でフランスに強硬姿勢を取った。一方、アメリカ資本の激動が三国協商の完成期としては奇妙な現象を引き起こした。 ドイツの金貨が1907年強行でイングランド銀行へ輸出されたのである。1907年10月22日から12月31日までに383.8万ポンド。イギリスからはドイツコインが輸出された形跡はない。英米間ではイングランド銀行からのドル金貨が439.3万ポンド。イングランド銀行へのドル金貨が322.6万ポンド。 純輸出が106.7万ポンド。近海での純輸出は554.9万ポンドである、698.1から143.2。ドイツの金貨はイングランド経由でアメリカへ渡ったものと見るのが妥当である。ライフィスバンクの1912年12月末の貸借対象表によれば、外国為替手形型保有口は200万ポンド以上であり。 その半分近くがイギリスに投資されていた。1914年に第一次世界大戦が勃発すると、ビルヘルム二世の考えのもと、ドイツはオーストリアとの同盟を履行し、フランスに宣戦線復刻した。同時にシュリーフェンプランの構想に基づいて、ベルギー・ルクセンブルクに侵入した。しかし、これにより、イギリスの対独人生を招いた。その後、 ビルヘルム2世の指導力は軍部に削られてゆく。ドイツのケーブルは対戦で切断、露核された。ボルクム島イコールアゾレス諸島間のケーブルはペンザンスイコールアゾレス間ケーブルとして流用された。ドイツイコールニューヨーク間はイギリスイコールハリファックス間ケーブルとなった。これはイギリス政府の所有する最初の大西洋横断ケーブルとなった。 他にもう一つの大西洋ケーブルを、ドイツは、持っていたが、やはり切断され、ブレスト、フランスイコールコニーアイランド間ケーブルに転用された。ヤップ島イコール上海艦は、沖縄イコール上海艦に、チンタオシイコール上海艦は、上海イ,イコールサセボ間に利用された。これらの損害は、帝国通信網の88%に相当した。 1918年11月9日、第1次世界大戦の敗北とともに、ドイツ革命が起きて訂正は倒され、ビルヘルム2世はオランダへ亡命し、後にバイマル共和制と呼ばれる共和制へと移行した。ドイツ帝国の政治体制は、1871年4月に発布されたビスマルク憲法、ドイツ国憲法、ドイツ帝国憲法に規定されている。 君主制のもと十二報告と三自由心によって構成される連邦国家と位置づけれた。議会は帝国議会と連邦参議院による二院制である。帝国議会では男子普通選挙により議員が選出されたが、帝国議会の議案、議決は連邦参議院の同意が必ず求められていた。その連邦参議院は各報告からの代表により構成されているため、 普通選挙といっても外見的な性格が強かった。憲法改正にあたっては連邦参議院における14票以上の賛成が必要だったが、同議会ではプロイセンが17票を有しているため、プロイセンの合意なしに改正を行うことはできない仕組みになっていた。また、ドイツ皇帝の地位はプロイセン王に属するものとされ、そのドイツ皇帝が戦争、議会、 帝国最小の人事など広範な権力を有していた。そのため、連邦制を採用しつつも、プロイセンの帝国内における主導権は揺るぎないものであった。ホーエンツォレルン家の三代のドイツ皇帝は、プロイセン国王を兼ねていた。しかし、初代ビルヘルム一世以外は、プロイセン国王を名乗ることがほとんどなかった。皇帝についての詳細は、ドイツ皇帝及び、 プロイセン国王の皇王を参照。なお、歴代皇帝の一覧は、ドイツの国家元首一覧訂正時代、皇帝を参照。ドイツ帝国は、プロイセン王国を中心とした、連邦国家であった。以下は、構成国のリストである。このうち、ザクセンイコール、バイマルイコール、アイゼナッハ大公国は、1903年以降、公文書上、 ザクセン大公国と表記されるようになった。表中の議席とは、連邦参議院における各構成国の議席数、1918年時点を指す。なお、フランスから割上された帝国直轄州エルザスイコールロートリンゲンは1911年まで議席が割り当てられなかった。現在のドイツ連邦共和国の領域のほか、フランスやポーランドや、 デンマークやリトアニアの一部を領していた。また、以下の通りアフリカのナミビア高い外植民地を統治していたドイツ植民地帝。帝国の成立後、関税、通商、通貨、土量港、郵便制度などの統一が進められた。銀貨鋳造は1872年に終わり、1873年に金本位制を立法した。翌年に銀が回収され始め、 ロンドン市場で売られた。銀が世界で売られる中、ドイツ帝国銀行は生まれた。帝国成立直後の1871年から1873年までは、19世紀半ばからの経済成長に、不屈戦争による50億フランの賠償金も加わり、会社設立のブームが起こった。しかし、1873年にウィーン証券取引所の大混乱などを受けて、 大不況に突入し、多くの新設会社が倒産した。一時の公共はあったものの1895年頃までは、経済的停滞が続いた。19世紀末頃には、石炭、鋼鉄、ガラスなどの業界で、カルテルが結成され、企業の独占が進んだ。金融面でも独占が進み、その頭文字から、4D と称される、ドイツ銀行、ディスコントゲゼルシャフト、 ドレスデン銀行、ダルムシュタット銀行が、預金口の40%以上を抑えており、各産業カルテルとの結びつきを強めていった。なお、1889年のドクア銀行創立には、ビズマルクの特則があったとされている。1873年の混乱以降、西ドイツでは、石炭鉄工業のカルテルが、複数形成された。1850年代をピークに、 オランダ資本を中心としてルール地方に注入されてきた外資は混乱を経て還流するようになった。1880から90年代に銀行とカルテルは結束した。カルテルの領域はルクセンブルクに及んだ。東ドイツのシレジアではフリードリヒ大王の頃から王立製鉄所が作られるなど国営の1860年代にはそれらが払い下げられた貴族経営の 製鉄所があった。この頃すでに東ドイツに対する大銀行と技術革新の進出を阻む鉄のカーテンが存在した。もっともディスコントゲゼルシャフトがビスマルク製鉄所に資金を出すなどの例があった。電気工業において、まずはジーメンス・ウント・ハルスケの元であるジーメンス・ハルスケ、紹介が1847年にベルリンで発足した。 これが1858年にロンドン支店を出してイギリスの海底ケーブル付設事業に進出している。1870年までには英国植民地とロシアバルカン半島の陸上電信号の相当割合を施行していた。ジーメンスの技術革新は発電機である。これが1880年代の照明器具と1890年。 以降の電気鉄道インフラにおける生産体制を支えた。1903年にアイグと合弁会社テレフンケンを設立した。科学工業はドイツ帝国機の技術革新に甚だしいものがあったが、そうしたイノベーションも石炭鉄鋼資本に支えられて初めて収益性を確保した。IG ファルベニインドストリーの原型は科学的に石炭と結びつく。 タール工業カルテルであった。1916年にが参加する。グリースハイムは1890年に電解ソーダ法を発明した。日本では中野とモレーが発明者として知られている。ただし、タール工業の発展こそが活性ソーダの需要を生んだことに注意すべきである。もう一つの技術革新も似たような境遇にあった。石炭、鉄鉱石を掘れば岩も出る。 ついでに岩塩を生成するけれども、1860年のによる発明で副産物としてカリウムが得られるようになった。カリウムは従来総木会から作られていた。1876年からカルテルキャンペーンがスタートしてやがてができた。ドイツ銀行はのフィルステンコンツェルンを通してドイツパレスチナ銀行を間支配したが、ドイツパレスチナ銀行は シンジケートの金融業務において便宜を図っていた。コンツェルンの持ち株会社は監査役にやら貴族とドイツ銀行のを用いた。爆発物のイノベーションは面火薬、無縁火薬ともに外国で始まったから国内にアルフレッド・ノーベル系資本の独占支配を許した。ノーベル系企業持ち株会社その他にはディスコント・ゲゼルシャフトから監査役が派遣された。 統一当初ドイツ帝国は農業国としての性格が強かった。ザクセンからメディノ主要網の生産シェアをプロイセンが奪った名残であった。しかし20世紀初頭の世界政策でアメリカ資本が押し寄せ工業化し、かつて稼ぎ頭であった繊維業は再生産できなくなった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。